席どうぞ。勝ち越しを決めました遠藤関です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はよく体を入れ替えましたね。そうですね、まあ、しっかり体が反応してできたことなんでよかったです。これで9日目の勝ち越しが幕内に入って自身最も早い勝ち越しですが、いかがですか？そうですね、まあ、先場所の成績が成績的だったんで、まあ、先場所の、まあ、逆の成績になってるんですけど、まあ、あんまりね、勝つことを意識せずに自分の相撲だけ取ることだけ集中できたかなと思います。1年半前に左膝の大怪我がありましたが、今状態どうなんですか？そうですね、ようやくあの稽古の方もだいぶこなせるようになってきて、まあ、基本動作もできなかったことができるようになってるんで、まあ、いい傾向だと思います。今日も大歓声でした。怪我で辛い時も歓声は引き続きありましたが、どう感じてますか？あ、そうですね、やっぱりあの土俵上がる前のやっぱ声援っていうのはすごい力になりますし、勝った後の、まあ、歓声もすごいなんかやりがいあるというか、すごいそのためになんか頑張ってるのかなって自分で思ったりしますね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。遠藤関でした。放送席どうぞ。